はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は今話題のスケーラー2というコード進行の指南をしてくれるソフトをご紹介したいと思います。僕が動画作りをするのは、せっかくの素晴らしいソフトウェアが世界中にはあるのに、やはり日本語で解説された動画がとっても少ないです。僕も英語が苦手なので、皆さんも英語の動画ではなかなかわかりにくいと思います。そんなこともあって、日本語で便利なソフトをご紹介しています。ぜひともチャンネル登録などよろしくお願いします。村長ミュージックスタジオ。これはですね、あまり知られてないかもわからないんですけれども、ぜひとも持っていたら制作にものすごく便利なソフトウェアですので、ご予算ができた時はぜひともゲットしておいてください。キャンペーンもたまにありますので、3、4000円の費用で買えるソフトウェアです。このスケーラーには他にはない仕組みとしまして、インストゥルメント、ここですね。そしてエフェクトにもスケーラーオーディオ2というのがあるんですが、これ基本的に全く同じものです。ですからどちらを指してもいいんですが、今1トラック目にインストゥルメントトラックを立ち上げて、そこに差し込んでいます。起動するとこのような画面になってるんですけれども、これはディテクトと言いまして、オーディオを分析して自動的にスケールやコード、そういったものを検出できるとっても素晴らしい機能になっております。でも今日はまず基本の使い方ということで見ていきたいと思います。一番上のところのこの5つのメニューの中にスケールというのがあります。スケールをしますと、今オールノートっていうふうになってますが、ここで C、C シャープ、D、D シャープというふうに半音ずつのスケールがありまして、それを変更すると、ここが C シャープ、もしくは D フラットでできるスケールがリストされます。それを選ぶとこのように画面が切り替わりまして、 D フラットメジャーで使う主なコードがここに出てきます。もう一度分かりやすいように C に戻したいと思います。そうすると C メジャースケール、C マイナースケール、ドミナントモードとかこのようになっておりますけれども、主要な C メジャーを選択します。そうするとここに C のダイアトニックコードというものが現れます。これを一つ一つクリックしてみます。ドレミファソラシのこの音階に合わせたダイアトニックのコードが表示されています。そして左の方にはオクターブの変更もあります。今2となってますが、これを3にするとオクターブ上がります。基本的な使い方は、自分がいいなと思ったコード、それに合わせてドラッグするとこのようにできます。この時に設定としまして、右上角にですね、ギアのマークがあります。ここを押すとですね、今4ビートというふうになっています。これでどんだけのビート分がここに表示されるかが決定します。2ビートにしておくと、入れる時にこのように半小節分の音がコードとして表示されます。こうして並べていくだけでいいんですけれども、このスケーラーの特徴としまして、ソングというのがあります。これでジャンルを選びますと、ジャズとかラテンとか JK ポップ、このようにあります。例えばジャズを選んで、ここにあるどれかを選択します。するとジャズで使われるコードがこのように並びます。1個ずつこう押さえてもいいんですが、この再生ボタンを押すと一気に順番に音が流れます。
このようにもう鳴らすだけで何ともジャズっぽいコードが演奏されます。そして今グランドピアノの音で鳴っていますが、今回スケーラー2になって音色がたくさん出るようになりました。例えばアコースティックギターにしてみましょう。はい、このように音色はたくさんありますのでイメージが湧きやすいですね。今デジタルピアノにしました。次に特徴的なこととしまして、ジャーンジャーンという白玉ではなかなかイメージが湧きにくいです。そういう時はこの上のところにパフォームと書いてあるところがあります。ここをチェックすると今度はエクスプレッションズというのとかアルペジオ、それとストラミング、ストロークのことですね。こういうのがあります。今回はこのエクスプレッションズというのが追加されました。ストラミングを選択して鳴らしてみましょう。今ドゥルンと流れましたね。いかにもストロークしてるようですが、これをランダムに変えるとどうなるでしょうか。そして今ミディアムというふうになっています。これを変更してファーストとすると、このように早くストロークしたような音色に変わります。アルペジオではどうでしょうか。こういうふうになってるんですけれども、ここまでは今までのシンセサイダーでもよくあるパターンです。今アップになってましたが、ここをアップダウンとかするとこのように変わりますが、この最新のエクスプレッションズを選択するとフレーズが弾けます。このフレーズがたくさんありますので、こうなってくるととっても曲のイメージが湧きやすくなりますね。このようにたくさんのパターンがあるのでこんな感じですね。もういかにもアレンジが出来上がったような挙動になります。そして今こうやって9つのコードが出てるんですけれども、下にスライダーがありますように、実はこんなたくさんあるわけです。そしてここでバインドという機能がありまして、ここをピュッと押すと今設定で C2 銅の音ですね、銅の音からここに今並んだ分が割り当てられることになります。画面左の方に僕のキーボードをつないでいます。指一本でこのフレーズが弾けるようになります。もう少し分かりやすいように C のコードで少しやってみましょう。C メジャースケールにします。最初の時と同じように C のダイアトニックコードが並んでいます。ここでこの欄のバインドをチェックしますと、ここに7つの音が選択されます。これで弾いてみましょう。ここに X1 とあるのは速さです。DAW のスピードは70になっていますが、まず120にちょっと戻してみたいと思います。そうするとこんな感じになります。今1倍でこんな感じですね。自分でちょっといいのを探してみます。はい、これで弾いてみましょう。
はい、そしてこのように自分でこの下から順番に並べることもいいんですが、こんなこともできるようになっています。ここに今パターンがあります。このパターンは消すことができます。最初は一つあるだけです。クリアで全て消してみます。そして自分がやりたいようなコードを順番にここで並べるのがいいと思います。はじめは C、 次は F、 E マイナー、 G、 このように自分で今4小節分をしましたら、1個ずつこのように持ってくるのも一つですが、これをこうやって範囲を選択するように選択すると、これを一気に上に持っていくことができます。このように今2小節分が入りました。今4つなのに2小節分だったというのは、ここが2ビートになっているからです。4ビートにしてみましょう。そうすると同じようにこの4つを持っていっても4小節分になります。今案外早いアルペジオのような形になっていますが、今1倍というのを半分にしてみましょう。 0.5 ですね。そうするとどうなるでしょうか。こんな感じに半分の速さになります。これでもうアレンジが出来上がったようなものになります。一度再生してみましょう。はい、便利ですね。そして今は上から持ってきたそのままを演奏しているんですが、エディットというのを押すと、ここにオクターブを調整したりすることができます。2つ目のオクターブを1つ下げてみましょう。3つ目も2のオクターブにしてみましょう。このようにオクターブを調整したり、速さを調整したり、いろんな調整がここで効きます。もう一度入れ直してみましょう。これを再生すると、今指定したようにオクターブが上がったり下がったりします。とっても便利ですね。下の方にはパフォーマンスというのがあります。ここでこれを変えるとアルペジオのモードに変更になります。この状態でこの後ろに追加してみましょう。はい、さっきとは違うフレーズが流れます。このエディットにはもっとたくさんのコードを並べられるように、これを A メロとした場合、このパターンを追加することができます。パターンができましたよね。そうするとこちらをすると空白になって、はい、上から持ってきます。これを左隅のこのタイルのような模様をすると、このように2つのパターンが同時に見れます。ここでいろんな編集ができます。これをこっちに持ってきてみる。今は移動でしたね。これをオルトキーを押しながらすると、こうやって複製ができます。複製したり置き換えたり、このようになっています。
そしてここで曲の構成を組み立てたら、自分で演奏しながらやったことを再生することができます。ここで MIDI キャプチャーというボタンを押します。このようにしてストップします。これで自分の弾いたフレーズが録音できたような状況になるんですね。そしてそれをドラッグすると、このように弾いた結果が MIDI としてドラッグできることになります。はい、間違ったタイミングもそのまま入っています。もちろんこれはちゃんとメトロノームを鳴らしながら弾くとか、そういう形でやるのが理想です。見ていただきましたように、さらに深い機能もあるんですけれども、今日はスケーラー2の基本の使い方を見ていただきました。次の回にはディテクトという楽曲からコードを分析する、そのやり方をやってみます。この分析にはオーディオになったファイルからコードを分析することもできますし、 MIDI で作ったファイルからも分析することができます。次もご期待ください。この便利なスケーラー、コードの勉強にもなります。上にはギターのフレットでこのように表示される便利な機能もあります。今日お話しできなかったことも次の機会にはお伝えしようと思います。村長でした。